こん即価値額の久保ですこの1か月昨今の円安っていうのはすさまじいですねまあ FX をしているとこういった円安の波にもしっかりと巻き込まれずに逆にそれを利益に変えていくことができるんですね、まあ、まさに特権と言ってもいいのかなと思います投資家っていうのは世界をこういうふうに見ているんだなとつまりは世界情勢が悪くなっても勝てるよくなっても勝てるっていうことなんですよね まあ、それまで投資を知らずに生きているとどうしてもね世の中の景気の動向や国際関係に左右されて打つ手なしということになっていましたけどもこうして f x 一つ攻略するだけで今回の円安もプラスに持っていくことができるんですよね実際私の講義を聞いていた方で、まあ、何人かの方がですね一撃で40万とか50万というこれ一撃でですね本当に一晩でそういった収入を手にしていると。 つまり FX 勝つことができたということなんですよね。まあでも必ずしも私は、うん、世界の戦争ですとか紛争をね期待してるわけではありません。本当は平和なのが一番なんですよ。そして平和だからこそ円安円高が緩やかに変化していってそこで私たち投資家のチャンスはないでしょうけどもでも人命には変えられませんからね。うんまあ、前置きをちょっとね取らせてもらいましたけども今回ですね 舞姫大学の奈美さんと対談をすることが決まりまりした、まあ、このナミさんもですね FX を随分長い間されていてこうやってねよく関わりを持たせてもらうんですけども今回のウクライナ情勢そしてこれから始まる日本の円安ひいては食料不足に私たちがどのように取り組んでいけばいいのかこの辺をですね投資家目線でお話ししていこうと思うんですね。4月の12日夜時時からででなんですけどども1時間ほど その対談の時間を取ろうと思いますので、ぜひね、お時間ある方はお越しいただければと思います。それでは動画概要欄に URL を付けておきますので、チェックをしといてください。ナ、は、ミ、い、さんから大事な発表もあるそうなんでね、そちらの方もご期待ください。それではナミさん、よろしくお願いします。